羽生譲る離婚後、村上かな子の新たな愛の行方は週刊文春が追跡した深夜の反動性と素性を明かす男性。羽生譲るの離婚に続き、フィギュアスケート界で注目の的となった村上かな子。週刊文春の取材により、彼女の新たな愛の行方が明らかになりました。29歳の村上が深夜に愛犬と共に反動性状態で散歩する様子がキャッチされ、その後の展開に注目が集まっています。 この記事では、週刊文春の報道とオンライン情報をもとに、村上佳菜子の新たな恋愛に焦点を当ててみましょう。愛犬デートの舞台裏、週刊文春が報じたところによれば、村上佳菜子と反動性中の男性は、12月2日の夜、都内の住宅街を中むつまじく歩いていました。この様子は、週刊文春のカメラに捉えられ、愛犬を連れての散歩デートが明るい笑顔で続いていたことがわかります。 続いて二人は特定のマンションに入っていき、数時間後の翌日の午前一時に再び姿を現しました。この間、二人は何を話していたのか、どのような雰囲気で過ごしていたのか、週刊文春の報道では詳細に触れられています。特に、愛犬を腕に抱えた男性との仲むつまじい様子は、二人の関係の深さをうかがわせます。そして、二人は駐車場に到達し、 そこで村上の車に乗り込みました。次なる目的地は、なんと村上の自宅マンション。この瞬間が、彼らの関係に対する興味を一層高めています。果たして、この反動性の背後には、どのような事情が隠れているのでしょうか。週刊文春のスクープ。週刊文春が配信した記事及び電子版では、12月6日及び12月7日に発売された週刊文春において、 お相手の男性の素性が消耗されています。さらに、二人の親密な関係や、村上がかつて明かしていた結婚観、そして直撃取材に対する村上のコメントなどが含まれています。記事によると、お相手の男性の素性については慎重に明かされており、彼の職業やプロフィールについての情報が掲載されています。また、二人の親密な関係に関しても、週刊文春は慎重かつ詳細に報じており、 村上の新たな愛情の行方に興味津々の読者に対して期待を膨らませています。一方で、村上がかつて明かしていた結婚観についても掘り下げられており、彼女のこれまでの発言と新たな関係がどのような照らし合わせになるのかが注目されています。直撃取材に対する村上のコメントも、彼女の本音を知る一助となることでしょう。波乳譲るの離婚が報じられた中、 フィギュアスケート選手でタレントの村上かな子の新たな愛の行方が週刊文春によって明らかにされました。深夜の愛犬デートと反動性生活がキャッチされ、読者の関心を集めています。週刊文春のスクープにより、お相手の男性の素性や二人の親密な関係に関する情報が詳細に報じられ、村上がかつて語っていた結婚観との関連性も浮き彫りにされています。読者は彼女の新たな恋愛に興奮し、 その結末を知りたいと思っていることでしょう。この報道を通じて、村上かな子のファンや一般の読者は、彼女のプライベートな一面に迫り、彼女が抱える新たな幸福や葛藤に共感することでしょう。村上の今後の発言や動向に注目が集まり、フィギュアスケート界にまた新たなドラマが生まれそうです。